2019年は21だった。僕と2歳の時、2歳ぐらいの時やってるんです。疲れニューシャトルの並走いかがでしたでしょうか。2020系トップナンバーの21編成とラストナンバーの26編成の並走をお楽しみいただけましたでしょうか。ここでただいまご乗車いただいております2020系車両についてご紹介させていただきます。この車両は当社の主力車両として長年活躍いたしました1000系と1050系の置き換え用として製造された電車です。2015年に1編成目である21編成が完成し営業運転を開始いたしました。従来のニューシャトルの車両とは大きく異なる外観の六角形を基調としたデザインで2016年にグッドデザイン賞を受賞いたしました。2000系と比べ車体をステンレス製からアルミ合金製に変更することで1両あたり約1トンの軽量化を実現。乗降口のドアには4つの窓を配置し小さなお子様にも他の形式では味わうことのできない目線で外の景色をお楽しみいただけます。それではここで当社車両課長より26編成に関する車両説明をさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは26編成についてご説明いたします。今回導入した車両は2020系の6編成目となります。車両については車体の形状や走行性能、保安装置、ブレーキ装置等の全体的なものはこれまでの25編成までと同様です。車体のカラーリングについては7色のカラーコンセプトからこれまでの5編成で5色を使用し今回2020系車両として最後となることから前面に全7色を彩りし残り2色を車体側面にカラーリングを配置したデザインとしております。その他一部変わったところの主な変更点として3つございます。一つは車内の車椅子スペースについて2箇所増やしております。増やした箇所は2号車と5号車でございます。また優先席も増やしておりこちらも2号車と5号車にそれぞれ3席計6席を追加しております。これらは国の移動等円滑化整備ガイドラインに沿ったものとしております。なお定員については変更ございません。2つ目に換気装置を増設しております。こちらは昨今の感染症の観点からより効果的な感染防止に向け2号車から5号車について1台から2台にして換気能力を向上しております。3つ目に暖房機を増やしており車内環境をより快適なものとするため増備しております。以上ご紹介させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまご乗車いただいている26編成は本年9月30日から10月1日にかけてトレーラーに積まれてはるばる広島からやってきました。1両ずつトレーラーに積まれて運ばれてきた車両を丸山車両基地内で6両編成に組み立て電気関係の配線などをつなげ1本の電車として作り上げました。10月から約1ヶ月かけて各部品の点検試運転を行いこの度無事にデビューすることができました。皆様により親しんでいただけるようハッピーレインボートレインという愛称のもと当社のコーポレートカラー
沿線を彩る七色の輝きをまとい登場いたしました。皆様、彩雲という雲をご存知でしょうか。彩雲とは、太陽の近くにかかった雲が様々な色に分かれて虹色に見える現象のことです。古くから縁起の良い幸せを呼ぶ雲とされています。ハッピーレインボートレインの愛称はこの彩雲にちなみ、虹色の電車にご乗車いただいた皆様に幸せを感じていただけたらとの思いを込めて名付けました。今までにない華やかな出たちのこの電車をニューシャトルの新しい仲間として迎えていただけましたら幸いです。それではしばらくの間、車窓からの風景や駅の通過シーンなどお楽しみください。